今日はですね、南雲明彦さんに来ていただきました。お久しぶりです、ね、30年前に仕事を手伝ってもらってて、なんかあの時はタレント、タレントほとんどタレントです。ほとんどタレント、ほとんどタレントで、ネガ、シノゴのネガをポラネガで、ポラネガをポラネガ剥がすとうまかったよねあれをタッパーに入れるっていうのが最大のミッション。シノゴを使ってたもんね。そうですね、うん、あと佐渡島にも一緒に行った記憶があります。ロケでね、カニとか取りさあ、その南雲さんが今、はい、そのコマーシャルフォトで連載をずっとやってるということで、はい、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、今これ新連載、そうですね、今月1月号で、はいはい、出来たてほやほやなんですけど、これからまた新連載で、今までスタジオライティング系だったり、まあ、撮影のアイデアみたいな話をしてたんですけど、はい、まあ、それがこれ一番最初の連載で、まあ、あのカメラマンがちゃんと自分でアイデアを持ってクリエイティブの先頭に立てるようにしようねっていうのの、まあ、アイデアブックじゃないですけど。すごいよね、なんか俺こういう本を見て、南雲さんがアシスタントしていただいた頃にはこういう本を見て俺はスタジオでライティングを組んでましたはい、なんかそうなってくるとすごい時代を感じる ね。これが、スタジオライティングのそうですねテクニックと、はい、いうことで今日のお話なんですが、はい、南雲さんはライカ使いということで なりましたね、気がついたら。いつから、まあ、今の連載の中で、ライカを一回使ったんですね、うん、S3 っていうこんなラージフォーマットの化け物みたいな、はいはいはい、あれでオートバイを撮ったら、うん、まあ、ライカであんまこういうの撮ってる人いないよねスタジオでみたいな話になって、硬いものを。でライカのプロフェッショナルストア東京でそれを展示しようって話になったんです、うん、で2メートルぐらいのこんなでかいプリントにしてパッと飾って、でその時にそういえば僕ライカ持ってないんですよなんかないとまずいなと思って M10 買ったんですね。これ M10? これが M10P ってやつですね。あ、M10P か、これ高画素のやつ、ね、いや、オリジナルです。2400万画素、2400万画素なんだ、うん、ちょうどど真ん中のやつですね。 R っていうのが高画素ですね。そうか、そうか、そうか。で赤パッチなしのかっこいいでしょ最近ここにさ、これついてんだね。そうなんですよ、 P モデルがこうなってるんです。オリジナルはこれないんですよね。その代わり赤バッジがついてるんですけど、ライカってずるいよね、なしで発売しといてありのやつ発売するから。そうなんですよ、そう、 P モデルはここにつくんだよね、かっこいい。レンズこれ何、これ今スーパーエルマーの 18mm っていうちょっと特殊なレンズ で 18mm の光学ファインダーをつけてるで、ちょうど四角四角ってい こうデザインにまとめたんですけど、 M8 が出た時にあれ APS-H だったんですよ。で光学足んなかったんで 24mm 相当ぐらいにするのにこれが必要だったらしいんですね。でその時に出たやつで、ただフルサイズ用に作ってあるんでめちゃくちゃ画質いいんですよ。でちょっとそろそろディスコンかなと思って、まあすごいレンズですね。こんなちっちゃいのに歪まないレンズ作れんじゃんみたいな、さあそして、はい、でそんなこんなしてるうちに、これですよね。そうなんです、まあ、ライカさんからお声掛けいただいて、まあ、新しいカメラが出るんだけどローンチのプロモーション作品を作ってくれまいかっていうのがあって、それがこの SL2S っていうカメラだったんですね。これちょっと変わってない？これ、うん、でこれはもう見たことないね。出たてほやほやの SL2S レポーターっていうその派生モデルに買い替えちゃいました。これオリーブドラブだね。そうですね、かっこいいんですよ。かっこいいねこれで握るとこの革がケブラーになってて、その折りがね、ここが、そうです、あ、これが、そうです、折りがかっこいいんですよ。なんかちょっとなんかエルメスっぽい感じがするんですなるほどね。握り具合とか全然結構サラッとしてるじゃないですか、うん、オリジナルは結構もっとしっとりしてるんですけど、いや、ない、珍しくない。なんかオリーブドラブって昔、キャノンの F1 がオリーブドラブっていうモデル出してて、うん、まあ、いわば軍用だよね。そうです、そうです、うん、だこれもそのレポーターっていうその、うん、そういうジャーナリストにオマージュしたシリーズで、うん、Q2 レポーター、M10P レポーターときてこれが指名らしいんですけど、うん、かっこいい。そう、なんか一目惚れして、これもね赤バッジが外してあるんですよ。あ、わざとね、 そこもいいみたいなまあこれ目立たないようにっていうことなんだよね、オリーブドラブっていうのはね。ね、ライカの R も R3 とかで確かこんなような色がありましたよね。サファリ R3 のサファリ、これさ、SL2S でしょ、で2400万画素で、ここが
あ、ヘルマントアライアンスでシグマとパナソニックとライカが共用で使えると、うん、はいはい、でほとんどそのこれとさスペック的に同じな、はいはい、うん、S5 ってあったじゃん、はい、ありますね、安いじゃん、安いですね安いじゃんこれって思って買ったんだよ、ね、あ、買ったんですか、買ったんだ買って1年くらい使ったかな、全然違うらしいね、うん、どうもね、あのやっぱりセンサーのチューニングまで教えてくんないですけど、うん、あの映像エンジンの作り方がやっぱ相当違う気がしますね。で同じセンサーかどうか本当に誰も教えてくんないんですけど、こっちはあからさまにリメン照射だって言ってるんですね。でパナソニックのは何も言わないんですよ、どうなってるのか分かんない状態で。ただセンサー自体がやっぱりその国産機と一番違うのはセンサーの上に乗っかってるガラスが異常に薄いんですね。でしかもローパスが入ってないんで、もうめちゃくちゃにいいレンズをこう作ってもその性能が全部出るっていうのがこの、まあ、M もそうですけど、どうやらその製品のフィロソフィーらしく、だからもうめちゃくちゃいいレンズを設計して、それをいかに純粋な状態でセンサーに導くかだと。でやりたいのはデジタルペインティングじゃなくてフォトグラフィーだから、まあ、そういう絵を作る、だからそのいろんなモードとかないみたいなこと言ってて、あーってグッときちゃって買っちゃったみたいなデジタルペインティングってやたれがいいね、うん、そう、なんか日本のカメラはすごい機能があってすごいし、うん、ダイレクトにボタンもいっぱいあって便利だけど、あれはデジタルペインティングでしょ、僕らがやりたいのはフォトグラフィーなんだよって、もうキラーワードみたいなこと言われて、いやそれ言われちゃうとしょうがないなみたいな。じゃあこれはカラーモードとか入ってないんですね。入ってないです、もうマエストロ1本で、うん、コントラストとかは調整できますけど、その風景だポートレートだっていうのは一切入ってないですね、うん、その辺が潔いのかやれなかったのか分かんないですけど、でももうこのマエストロが出してくる絵に100万かけたって言ってもいいぐらい面白い絵が出てくるんで、 JPEG がやっぱいいですね。やっぱりハッセルブラッドの X1D2 使ってるけど、うん、あれもカラーモードなしの、うん、そうですよね、もう1本、うん、で1回この SL2S を借りて取り比べてみたことがあって、うん、その時はびっくりするほど中間調 の、うん、あの発色が似てて、うん、空の色だけ違ってたね。ハッセルの方が少しマゼンタに偏るんだけど、これはマゼンタ色がなかった、はい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 、でこれリメン照射って言ったけど、位相差センサーは入ってないよね。入ってないです、もうコントラストのみですね。だから単純にダイナミックレンジを広くするためだけにリメンにしてるっていう、だから画質には相当振ってるんでしょうね、まあ、パナソニックが言うには、うん、まあ、そのそこに異常差を入れちゃうと画質が劣化するから入れたくないっていうことは分かるんだけど、やっぱり F 弱いよね。そうですね、やっぱあの辺の食いつきがずっと食いついてるかっていうと、それがなかなか難しくて、でただ、ね、ちょっと前にファームアップ、結構大きなファームアップがあって、認識技術はちゃんと入ってるんですね。だから顔だの目だのっていうのは認識して追っかけはするんですよ。で今最新のファームにしてあるんですけど、普通にスチル撮ってる分にはものすごく良くなりました。まあ、スチルの分には全然多分問題ないなってのは S5 の時分かったけど、うん、S5 の時は認識するんですよ顔、はいはいはい、認識で動くんですこうやって、あ、だけど、まあ、ピント違うとかってんの、あ、なんだこれっていうのがあって、そう、あれがねやっぱりセンサー の認識技術とオートフォーカス技術って別で、でソニーもね最初そうだったんですよね。でそれがちゃんとできてたのってキャノンだけで、あのデュアルピクセル CMOS F ってあれはねすごいテクノロジーなんですよ。70D の時点でそれがもうついてたんですけど、もうやっぱり EOSR ぐらいになってくると、もう、あ、かなわないなっていうところまで行ってて、最近のやつもっとすごいんですけど、あのあれはしかもデュアルピクセル CMOS F って画素欠損にならないんですよ。位相差入ってんのにそれも画素としても使っているから画質の劣化がないっていう、もう素晴らしい技術で、あれにはやっぱりどこも今僕は追いついてないと思ってて、うん、まあ今ね大体ソニーになっちゃってる、そうです、ね、世の中だからね、まあ、その全体のレベルが底上げしてるから、まあ、頭一つ抜けてても一つぐらい下でも使えちゃうみたいなのがあったり、これもあの全然使えなくはなくて、でこのレンズと相性がいいかな、意外とこっちよりこっちの方が相性がいい気がする。まあ、スチルで撮ることのが多いのこれは。そうですね、うん、なんか今、動画もアップされてるよね、はいはいはい、そうです、あの SL2S になってから、うん、2と何が違うのって時に、やっぱりマルチロール機としての役割が大きくて、動画と静止画とのこう、なんていうのかな、設定がデュアルで持てるんですね。だからパッパッと切り替えられて、その昔みたいに静止画で感度100にしちゃったから動画でも100のままになっちゃうとかないです。完全にデュアルで持てるっていうのと、やっぱり
画素数大きいところからクロップして 4K 作るよりいいじゃないですか。そういう意味でマルチロール機になってるんで、このプロモーションをさせていただいたときはその動画撮れる人っていうのが条件だったらしいんですね。それで動画と静止画と1本ずつ作って、だ動画でも全然回しますけど、この前動画は平譜ものによりますね。うん、一番最近やったのは宝塚歌劇団のオープニング映像っていうのをやらせていただいて、その時はやっぱりライカで撮ってくれっていう、もうそもそもそういうオーダーなんですよ。で向こうから、向こうからっていうか映像監督の方からなんですけど、僕のあのこれのローンチの時にやった個展に来てくれて、なんかライカってなんか高いからいいんだろうぐらいに思ってるんだけど何がいいか教えてって言うから、まあつぶさに全部説明したらふーんって言って帰って、しばらくしたらなんかちょっと戦前の映画のそういう元になってる舞台でモノクロでかっこよくちょっとトップスターを撮りたいんだよライカでって言われて、ライカで珍しいオーダーだな。あんまりカメラ指定って聞いたことないね。そうですね、まあ、あの使い勝手が本当に良くなって 4K の画質も素晴らしく良かったりするのと、やっぱり映像エンジンをかませてカラコレっていうよりかはもう中が作るエンジンが作る絵がかっこいいんですね。だからそんなにグレーディングしなくていけちゃうっていうか、逆にしちゃうとライカらしさがなくなっちゃうんで、でもやっぱり1台しか持ってなかったんで、あの京都のライカ、大阪のライカ買いまして、うん、ちょっと手伝ってくんないってドドドドドってアポズニックの揃えて、うん、で撮りましたけど、まあ結構いい絵が撮れて。今何使ってこれは、新しいやつ、これこれは2470の 2.8 っていう一応最高発のキットズームってやつですね、うん、2490だったもんね。あれがジャーマニー でそのローンチの時は僕あれを使っていて、こんな大きいやつ、ね、でかいんですよ。ただ画質は良くて、うん、でライカのズームって面白くて、透視絞り透視のズームってないんですよ。これが初めてで、ニッパチ90の4、ニッパチ4かな、うん、で1635もニッパチ4だったかなんか絞りが変わるんですね。で聞いたんですよ、今時のこうあの高性能ズームって透視なんだけどなんでって聞いたら、いやあれは実はもったいないことをしていて、あ4透視っていうレンズは実はその望遠側は4かもしれないけど、あの広角側は実はもっと明るいんだよと。でそれを4投資が日本人は好きだから4にしてるだけで、実はあれもったいないことしてると。だうちは普通にその絞りでコントロールするんじゃなくて、単純に後継比がズームしていくと変わるじゃないですか、そのまま使ってると。だからあの素直な性能が出てるみたいなこと言ってて、だから普通の2470の4みたいなレンズがあったとしたら、それやろうと思えば簡単に広角側ニッパチになるんだぜっていうことみたいなこと言ってて、まあ捨ててるわけです。確かにズーミングしてると絞りをあの固定にするために絞りがわずかにこう閉じたりしてるんですよね、うん、あ確かにそういうことかと思って、うん、だから、うん、そんなになんかバカでかい、あれ多分ニッパチ投資にしたらこんなになっちゃうんですよね、2490なんて、うん、だこのぐらいで収まってるのは多分そういうことだったと思うんですけど、まあ素晴らしいレンズです。これがねやばいです、まああのあれだと思いますけど、アポジニの50、これ90ですね、90、うん、これは90はね使ったことがない、ね、あそうですか。あのこれ、今28から90まであって、うん、ほとんど全部あフィルター系は全部一緒で、デザインも形も大きさも基本一緒なんですよね。今レンズが、F2 でアポズミクロンの F2 投資が、うん、ニッパチ35 50 75 90、あそんなに出てるんだ。ありますで、バリュエルマーっていうズームが1635 2490 80 250だったかな、うん、90 250だったかな、今3本あって、でそれにこれが足されて、うん、っていう状態ですね。あとはもう L マウントなんで、パナのレンズもシグマのレンズもバリバリ使いこなすんですけど、うん、僕105のマクロとかシグマ使ってますけど、シグマのね105のマクロと65の F2 は、うん、もう MTFA 曲線がべったり上についてるような、うん、とんでもないレンズって言ってたね。あのやっぱりよく映りますね普通にね、うん、まあその辺がだからレンズ高いじゃないですかこれ、うん、でそのこれいくらぐらい、これでね70万とかかな、うん、70、そういやまあライカのレンズってもう値段が安いレンズで30万なんでだよね。まあ今 M 型のアポ済みとか100万だもん ね、しかも全然来ないっていう ねバックオーダーみたいな。だからこれとかね安いんですよ、新品で買ったんですけど、うん、18の 3.8 かな、うん、で40万ぐらいの値で安いですねもうね万引きしてくるんですけど、ね、これがアポ済みクロンの 75mm ですね、はいはい、あこれが M 型の 75mm、ね、そうです。でそれにこの L のアタブターがついてて、はいはい、この組み合わせがねめちゃくちゃいいんですよ。
SL2S75 っていうの使ってみたいんだよね、75の F にね。これライカらしいですね。逆光になるとふわーって震え上げますけど、柔らかい。あ、こっち の、 あの SL のアポ済みの75とは全然性格が違って。違うんだ。違いますね。 SL の方だと割とじゃ逆光が強い。大丈夫です、大丈夫です。でもうとことんまで1億画素まで想定して作ってるんで、SL2 の方で使ってやるともう、とんでもない画質になりますよね。 SL2 が何万、6000、4700か。4700、そうか。いやこれはすごい魅力的だなと思うんだけど、ね、これにそのこいつをつけると急にね、あ、モテそうっていうサイズになるんですね。でこの純正のアタブタールがね、また値段が恐ろしい値段するんですけど、レンズ1本買えるくらいの値段するんですね。シグマのレンズは買います。ただこうするとね、ちょうどいいんですよ。いいですね。でファインダーの解像度が著しく高いんですね、SL系って。これ576万ドットで、撮影倍率もね、ちょっと他のメーカーより全然でかいから、覗くとものすごい画面がでかいんですよ。だからこいつでのピント合わせがめちゃくちゃ楽。やめてもらっていいですか。無駄に軽くなりますしね。で M 型につけてるときこれつけちゃうと、レンジファインダー切っちゃうんで、つけられないんですけど、これでつける分にはもう容赦なくフードつけて使えるんで。そうなの、この M11 買うんだったら SL2S の方がいいなと思ってたけども、はいはい、まあ、M 型かっこいいっていう、ね、M 型かっこいいのはもう、ね、めちゃくちゃかっこいいです。単純に形が綺麗っていうのは、そうですね、これやっぱりカメラっぽいな、ですね。で、まあ、ここのモデルまで裏蓋が外れるタイプなんです。はいはい、M11 から裏蓋取れない、ここ取れるやつね。渡辺さんの今の主軸のカメラって何なんですか、ハッセルですか。今ね、主軸ってさ、FPL なんだよ。そうか。これが一番稼働率が高いのね。はいはい、でソニーの方は、7-4 と、なんだっけ、あの FX30 も、はいはいはい、今年2台買って、それ使ってるんだけど、スチールはハッセルかな。じゃあマウントがいっぱいありますね。そうなの。L マウントがあって、ソニーがあって、ハッセルがあって。で、X2D になったら別物になっちゃったもんだから、はぁーとかほーとか思っちゃうわけですよ。今カメラ高くなっちゃったもんだから。そう、中古も上がってるみたいで。そうだね。M10 とかも高値安定みたいなこと言ってましたけど、これが好きな人が M10 じゃないと撮れないんで、はいはいはい、そう、M11 買った人が M10 に戻る人って割といるって。ああそうですか。なんだ、発色 の、 傾向が違うんで、 M11 好きな人はもう本当ドマハマりするけど、昔のライカらしさみたいのは M10 の方が出るって言って戻しちゃう人いるらしいね。まあ、高画素にちょっとしすぎた気がしなくもないなと思いつつ、まあ、ダイナミックレンジはどうやっても落っこっちゃうので、やっぱりソフト側でやるしかないじゃないですか。ただあれなんか3300万画素に使用するときにピクセルビニングっつって、4ピクセル分を1個に計算してやってくれる、あれでやるとダイナミックレンジ理論的には落ちないらしいんですよ。だから僕それで使ってたらいいのかなって思うんですけど、ただあれ露出計がなくなってセンサー側で全部露出見てるんですね。だから常にこうミラーレスがライブビューしてる状態で撮っていて、シャッターを押すと閉じてガシャッ、はいはい、だからタイムラグ出る。こいつでライブビューって撮ってるのと同じで、やっぱりちょっとワンテンポこいつよりシャッターちょっと遅れる感じが、それが結構嫌いな人もいるみたいで。いや、ここがいい。だから M11P が出るとちょっとグッときちゃう。これみたいな。そうなんですよ。これがね、僕もP にしたのはこれが決め手だったかもしれない。あと10と 10P でシャッターが全くユニットは違うんで、これもほとんど音しないんですよ、シャッターの音。もうそれ今ライブなんですよ。ライブ切ってシャッター押すともうコトンっていう。M11 とちょっと違うね。そうですね。でオリジナルの M10 とかだと思ったらキシュッっていう、あ、はいはいはい、音するね。ユニット違うんだ。違います、違います。10と 10P で意外と、ま、なんかカメラ変わっちゃって、使う分にはこっちの方がいいんだよ。やっぱりそうですね、
仕事でなんかがっちり物撮んなきゃとかいう時はテザーでも使えるんで、やっぱこっちですね、うん、でまあ今なんかのM 型のレンズの連載とかもやってるんですけど、うん、あのカメラファンっていうサイト でそれの時はもうこっちがもちろんベースになりますけど、うん、あとはもう仕事でなんか動画でも何でも僕の中でこれ戦えるライカって言ってるんですけど、何でも来いっていう。だからもうスポーツシーンとかはね、まだちょっとやっぱりキヤノンとかソニーとかの AF はすごいなと思いますけど、まあ、出てくる絵に関してはもう別格じゃないかっていう綺麗な絵が出てくるんで。なんかね、ライカってそのマエストロが作る絵ってトーン株ね立ってるんですよ。すごいポジみたいに硬くて、うんうんうん、シャドウ側がギリギリまで潰しちゃってギューって立ってて、はいはい、上もギリギリまでって寝かしてあるんで、真ん中コントラスト高いからギューって中央被写体が出てくるんですよね。だからもう握れるような。これで動画撮った時にコブラっていう車を撮ったんですけど、うんうん、そのブルーがみんな見て現場で驚いていて、えみたいな、もうこれクレーディングしなくていいっすよねみたいな、そういう面白さがやっぱありましたね。素の色がいいっていうのは一番だよね。そうですね、なんかいじくり始めちゃうとなんだか分かんなくなってくる部分もあるんで、うん、うん、早いですよねそういう意味では。なるほど、どっちがいいですかね。ちょっとね、これは本当にねかっこいいよね、うん、まあ、大人のライカだよな。そうですね、落ち着いた色で、うん、うん、でなんかこう、ちなみにこれいくらするの。ね、70万、うん、だからライカのプロ機の中では一番安いんですよ。そんなになんかびっくりすることじゃない、ね、アルファ1より全然安いんですよ。本当ね、で本当なんかレンズだなって思いつつ、本当シグマもパナもレンズいいんで、うん、全然いいじゃないですか、うん、だからそういう意味ではいろんなのを使って、だってライカの人がこう高いレンズが高いって言ったら、いや分かるけどパナもシグマもあるでしょって言われて、うん、で普段はそういうので全然いっぱい使って、ここぞっていう時だけアボゾミ使ってよみたいなって、ね、まあライカのレンズは今や資産と、ね、なるからね。そうですね、恐ろしいもんね、うん、特に M レンズはもう中古のが高かったり、高かったです。プチルックスとかも200万とか300万とか意味が分かんないですよ。あんまりなんかこう触ってるとまずいな、触り心地がね全然いいね。そう違うんですよ、このケプラーのここのグリップの感じいいわ。ないですよね他にこういうの、はい、ね、ライカ戦えるライカ、そうですね、あの2400万画素でもそのものすごくバランスがいいじゃないですか、うん、ダイナミックレンジの。だからこれの個展やった時に横幅2メートルまでプリント伸ばしたんですよ、はいはい、誰も気がつかないし、感度も200と2000と並べても誰も気がつかない、そういうカメラなんで。あとノイズ あの処理の仕方がマエストロはずるいぐらいうまいです、うん、ベタッとさせないし、最初のマエストロが出してくる JPEG はやっぱうまいですね、うん、こいつも全然色違いますけどね。どっち好き、色的に物によるかな。これね黄色っぽくなるんですよ。だからなんかあの夕日とかが黄金色になるんですね、はいはい、でイチョウとか撮るとね金ピカな色になるんで、あんま見たことがない夕焼けの色になっていて、それが面白くて、うん、だから作品的にはやっぱこっちの方がちょっと個性的ですよね、うん、でこれは割とニュートラルでありつつ、でも他と比べるとやっぱすごくフォトグラフィーな感じの絵になるんで、まあ、両方かなっていう。あとはやっぱりこのレンズがクリアですよね。以上、アポズミはちょっとふわっとさせたいときに逆光で使うと綺麗な空気の層がポッとできるんで、その後ろにちゃんとシャープな層がいるみたいな。そうなんだよね、うん、あのシグマはさ全く出ないじゃん。あれもこう意地悪してこうやってやろうと思っても出なくて、まあ、ゴーストっぽいのちょっと引くけど、うん、その中心のとこ全部改造するじゃん、そうですね、なんかもうちょっと出ろよって思ったんだよね。ということで今日はですね、はい、SL2 使いの南雲さんに来ていただきました、はい、ちょっとね、はい、もうこれから連載でもこいつをバリバリ使っていくんで、ぜひじゃあこれの使ったものをまた見せて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。